どうも皆さん、歴史トラベルです。本日は青森県の戦国時代について取り上げたいと思います。はい、まずはこの地域の戦国時代の始まりから見てみましょう。15世紀前半、奥羽を管轄していた鎌倉府が室町幕府との対立によって崩壊すると、幕府は奥羽諸氏との関係強化に努めますが、一方で各領主は自律的な動きを見せるようになります。そして北欧においてその主役となったのが、守護に相当する価格を有していた南部氏です。現在の青森県にあたる陸奥国北部、いわゆる北欧地区は津軽、糠信の大きく2つに分かれており、糠信軍を本拠とした南部氏が津軽に進出したことで戦乱が常態化しつつありました。南部氏は総領家の三戸氏を名手にして、それぞれ独立領主である一族が連合しており、周辺領主との度重なる抗争を経て、これら一族を軍事指揮下に置いた三戸氏が徐々に戦国時代的な領主へと変貌していくのです。土佐港の安藤氏を蝦夷ヶ島に配送させて津軽へ進出した三戸氏は、やがて当主信時の頃になると、その分家として堤家、大光寺家、そして大浦家を起こし、それぞれ外の浜、平賀軍、そして花輪軍に配置して津軽の支配体制を整備します。また田舎軍、山辺の軍では大宇丹大の流れを組む名門浪岡北畑氏が三戸氏と協力して津軽北部の統治に当たっており、三戸氏の津軽支配を正当化する権威として重要な存在であり続けるのです。さらに三戸氏は一門の北氏、東氏を配置して五戸全域を掌握すると、六戸の領主も外様に編成し、糠信軍でも順調に領土を拡大していきます。こうして一族を世襲で軍隊に任じ、勢力を拡大させた三戸氏ですが、一方で自律的な領主の集合体であることには変わりなく、その権力地盤をいかに安定化させるかが三戸氏の課題となるのです。やがて当主の死が相次いだ三戸氏は、若い安信が家督を相続しますが、本拠庄司地立てが家臣によって放火されるなど、その支配体制に動揺が見られるようになります。このような状況で安信を補佐し救世主となったのが弟の高信です。津軽を平定した高信は石川城を居城として津軽軍隊を務めると同時に、田子城主に任じられて岩手軍など糠信軍の南方にも進出し、三戸氏の領国拡大に大きく貢献します。これ以降高信は南部氏での求心力を飛躍的に高めていくのです。また安信は残る3人の弟も諸軍に配置して、さらなる勢力拡大に努めます。信房を石亀城に、信次を毛馬内城に配置して、それぞれ石亀家、毛馬内家を起こすと、もう一人の弟長吉を五戸浅水城に配置して南家を起こし、三戸北方の警護を担当させます。さらにその嫡子安政が上洛し、将軍義治の返帰を受けて晴政と名乗りを改めるなど、幕府との関係も強化することでその権力のさらなる安定化を図ります。こうして当主を支える有力諸家を創出し、周辺領主との抗争にうまく対応した三戸氏は、やがて晴政が家督を継承すると三戸城に本拠を移し、順調に戦国大名への道を歩んでいくのです。しかし所領をめぐって南氏が同じく有力諸家である北氏を攻撃するなど、自律的な諸家の統制も三戸氏のまた新たな課題となります。さらに当主の創生が相次いだ根城の八戸氏が七戸氏の侵攻を招いて弱体化するなど、一族同士の紛争を停止することができない三戸氏の支配権力は未だ盤石とは言えないものだったのです。永禄期になると北欧の戦乱はさらに激化し、糠信軍への進出を図る安藤氏が数の軍に侵攻したことで、三戸氏はその対処に追われることになります。石川高信や九戸正実など一族総動員でなんとか安藤氏を撃退した三戸氏ですが、一方でその勝利に大きく貢献した九戸氏が勢力を拡大させたことで、一家のパワーバランスが変化し、四戸串引氏、七戸氏が八戸氏への攻撃を繰り返すなど、一族同士の抗争はさらにエスカレートしてしまいます。このような状況で家臣団の統制を進めて地盤を固めようとする三戸氏ですが、それに反発する有力諸家の北信親、南信義が晴政に反旗を翻し、なんと軍事衝突に発展してしまったのです。晴政は
東氏と強調して両者を攻撃しますが、なかなか鎮圧できず、四戸、櫛引氏、八戸氏、そして七戸氏らにも援軍を要請するほどに追い込まれてしまいます。こうして一家全体を巻き込む形となった三戸氏の内紛ですが、最終的には八戸氏の承継によってようやく収束します。八戸氏は長らく対立していた四戸、櫛引氏との抗争に勝利したことで、その勢力を挽回しており、これ以降も一族同士の抗争では和平調停役になるなど、三戸氏にとって心強い存在となるのです。しかし晴政の悩みの種は尽きることがありません。今度は自身の後継者問題にも頭を抱えることになるのです。嫡子のいなかった晴政は石川貴信の子信長を娘婿に迎えて三戸家の後継ぎとしていました。ところがその直後に実子晴継が誕生すると、晴政は信長ではなく晴継に家督を継がせようとしたため、信長と不和になってしまったのです。この結果三戸氏は信長派晴継派に分裂してしまいますが、紆余曲折の末後継者は晴継で決まり、やがて晴政が死去すると幼少の晴継がそのまま家督を相続します。ところがなんとそのわずか1年後に晴継が急死してしまったのです。再び後継者問題が浮上した三戸氏では、一家最大の勢力九戸正実の弟にして晴政の娘婿である実親を新当主に推す意見が優勢を占めますが、なんと一門の北信親がクーデターを起こし、田子城から迎えられた信長が強引に三戸氏の家督を相続します。こうして家臣団に擁立される形で念願の新当主となった信長ですが、一方で実親の兄九戸正実はその勢力をますます拡大して自立化の動きを見せており、これ以降独立的な一族への対応に悩み続けることになるのです。一方で津軽では浪岡御所が滅亡し、津軽郡代の石川貴信も世を去ったことで、信長は津軽の支配体制の再編成を余儀なくされます。そこで弟の正信を新たな津軽郡代として送り込み、大浦為信大光寺光親に補佐させると、やがて正信は本拠を浪岡城に移します。しかしこの大浦為信の台頭によって信長の津軽支配は危機的事態に直面します。なんと為信は謀略によって光親を排除すると、正信の急死を契機に九戸正実と同盟を結んで三戸氏に対して公然と反旗を翻したのです。それに対して信長は一家全体で合議を開催することで状況を打開しようとしますが、三戸氏に反抗的な七戸家国九戸正実は共に従う姿勢を見せず、いつまで経っても為信を鎮圧する軍を派遣できずにいました。まさに一家解体の危機的状況で、信長が身動き取れない間に為信の勢いはさらに増していきます。安藤氏と同盟を結んでその援軍を得ると、正信死後の津軽軍代奈良山義真南長吉を浪岡城から追い払い、間もなく外の浜も制圧したことで、なんと挙兵からわずか1年にして津軽一統を成し遂げたのです。このような状況で相模の北条氏攻撃に向かう豊臣秀吉より小田原への参陣命令が大宇諸氏に下ると、為信は電光石火の勢いで信長よりも先に参陣し、津軽の本領安堵を得ることにも成功します。九戸正実ら反抗的な一族への対応に苦慮しているうちに、為信に出し抜かれた形の信長は津軽支配を完全に断念することになったのです。こうして大宇諸氏もついに中央政権の枠組みに組み込まれ、戦国の世は終焉を迎えつつありました。ところが北欧の戦乱はまだ終わらないのです。北条氏を降伏させた秀吉は全国統一を完結するべく、その大軍を率いて陸奥に進み、東北諸勢力に対する処分や配置替え、いわゆる大牛置きを断行します。この結果三戸氏に反抗的であった九戸正実、七戸家国、そして櫛引清長らは信長の家臣に位置づけられます。ところがいずれもこの処置に猛反発し、豊臣軍が西へ引き返した途端、一揆を結び大規模な反乱を開始したのです。早速四戸櫛引氏は五戸浅水城を攻撃し、負けじと城主南安義も報復に出ますが、なんとこの戦いで安義の子範義安政兄弟が戦死してしまいます。勢いに乗る櫛引氏は苫米地城を攻撃し、八戸氏とも交戦するなど広範囲にわたり
軍事行動を展開すると、さらに七戸市も天保地上への攻勢を強めたことで、南部領はあっという間に紛争地域と化してしまったのです。追い込まれた信長は自力での解決を断念して、畿内の豊臣秀吉にその援軍を要請すべく嫡子利直を派遣します。するとこれが功を奏し、ついに秀吉は奥羽西将棋のため豊臣秀次を総大将とする大軍の出陣を決意したのです。一気に北欧へ進んだ蒲生氏郷ら豊臣軍の勢いは凄まじく、九戸正胤の居城九戸城がわずか3日で落城すると、一騎勢の奮闘もここまででした。まもなく七戸家国櫛引清永ら反信長勢力はことごとく処刑されたのです。こうして長きにわたる戦乱が終結した北欧は、ぬかのぶが南部氏、津軽が大浦氏の領国として確定し、やがて江戸時代を迎えるのです。